オリエンタルホテル広島は、広島県広島市中区田中町の平和大通り、ルカワ沿いにあるホテルである。2006年9月までは、ワシントンホテル所有による、広島ワシントンホテルプラザであった。開業は1993年10月。当初は、ワシントンホテルのフラッグシップとして、広島ロイヤルワシントンホテルとして、開業。 1997年2月に、ワシントンホテルチェーンの分裂に伴い、広島ワシントンホテルプラザと名称を変更した。2005年にワシントンホテルの移行により、ゴールドマンサックスの完全子会社で、特定目的会社の有限会社鳥居坂開発へ2006年4月1日付で、売却された。契約により、同年9月末日まで、 運営委託の形態でワシントンホテルとしての運営が継続された。同年10月よりゴールドマンが買収したホテルの運営を担うホテルマネージメントジャパンが設立した有限会社広島ホテルマネジメントによる経営でオリエンタルホテル広島としてリブランドオープンしアビリタスホスピタリティが運営支援している。オリエンタルホテルへの解消は ゴールドマンがすでに不動産と経営権を取得していた大英グループによる神戸メリーケンパークオリエンタルホテル、シングラヤスオリエンタルホテル、ナンバーオリエンタルホテルと合わせるゆえんがあったものとされている。なお、ゴールドマンが買収し、アビリタスホスピタリティが運営支援にあたる日本のホテルについては2007年に不動産投資信託ファンドのジャパンホテル リゾート投資法人が一括で買収した。施設はゴールドマンへ沈借させ、運営についてもホテルマネージメントに対する委託契約により、経営が維持されている。佐藤工業による設計。建物本体の上に、毛利元成の三本の矢をモチーフにした塔が突き出す、ゴシック調の外観となっている。広島県においては二番目の地上高を誇る、高層ホテルである。 オリエンタルホテル広島へリブランドの際には日本を代表するインテリアデザイナーの内田茂を起用しており玄関やロビーなどアーバンスタイリッシュなホテルに仕上がっている。ありがとうございます。